源氏物語、源氏物語、各条のあらすじ絵合わせ。絵合わせは、源氏物語54条の巻名の一つ。第17条。準拠として、天徳大流歌合わせが古来指摘されている。光源氏原始31歳春の話。内大臣、光源氏の貢献のもと、西宮は受大して梅壺に入り女王となった。若い霊勢三角は、初め年上の西宮女王に馴染めなかったが、 絵画という共通の趣味をきっかけに長愛を増す。先に娘を古紀伝女語として受胎させていた県中納言はこれを知り、負けじと豪華な絵を集めて、帝の木を引こうと躍起になった。宮中でも人々が絵を批評し合うのが流行し、富士坪中宮のの午前で物語絵合わせが行われたのをきっかけに、帝の午前でも梅坪対古紀伝の絵合わせが華々しく模様された。 古今の素晴らしい絵が数多く出された中で、最後の勝負に、源氏が出した、妻の絵日記はその絵の見事さと感動的な内容で、人々の心を打ち、梅坪法が勝利を収めた。絵合わせからしばらくして、霊勢帝は、富士坪中宮のに、貴族たちが、古紀伝尿語と梅坪のどちらが、中宮のにふさわしいかを噂していることで、悩みを打ち明ける。 その後、源氏は藤壺に絵日記を献上し、一方でいつか出家する日のことを思って、佐賀野に御堂の混流を始めた。ありがとうございます。